歌わないか。こういう時のための合唱だぞ。元気を出せ。あと一息でタイの国だ。水島、立て事を弾いてくれ。我々はよく歌を歌いました。隊長が音楽学校での若い音楽家で、兵隊たちに熱心に合唱を教えたのです。我々は歌のおかげで苦しい時も悲しい時も元気よくやっていくことができたのです。我々の隊では、ビルマの盾事を真似て作った独特の盾事が自慢でした。水島上等兵はこの盾事の名人でした。彼はタイへ入ってから初めて音楽を知ったのですが、元来天分があったと見えてみるみる上達し、素晴らしい伴奏曲や変奏曲を工夫して自分で作って弾きました。我々が一番困ったのは食料です。敵の落下傘部隊が行く先々の村にいろんな妨害工作をしましたから、決して油断はできませんでした。安全か危険か、どちらの曲でありますか。まだ覚えないのか。危険でないという方だよ。自分の耳では万が一聞き間違いということもありますから。軍曹殿は音痴だからな。出発。クロポボイエイエシデアトエアミヤジチェズティンバデタチェンダボソビアジンバデ。おぼろ月を歌う。Thank you.
なんだ、敵さんじゃなかったのか。びっくりさせやがれ。待て、あの歌を聴いてみろ。英語だ。羽生の宿だ。うん、3日前に停戦になっていたことを知ったのです。我々は武器を捨てました。